次に安倍参考人にお願いいたします安倍参考人おはようございます、えー、中央大学で労働市場に関する諸問題を研究しております安倍と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします、えー、意見を述べるにあたりましてまずはじめに議員の皆様にはお願いしたいことがございますご承知のとおり新型コロナウイルス感染症問題は 日本だけではななく世界各国にに拡大大ををしてておりまますす経済社会にも甚大な影響を与えています政府は雇用調整助成金の拡充など、対策を進めておりますが、休業を余儀なくされている労働者もいらっしゃいますし、また、この3月に卒業予定の学生の中には、4月からの入社内定を取り消されると、まあ、そういった方もいらっしゃるという報道がございました。 感染症問題がいつまで続くのか、先が見えない中、場合によっては、労働市場政策をさらに拡充していくということが必要になるかもしれません。4月以降の労働市場政策を円滑に進めていくにも、えー、今回の雇用改正法の改正につきましては、慎重、丁寧な議論はもちろんではございますが、早急にです、ね、ご審議をいただきまして、えーえー、一つの結論をいただきたいと。 希望していいる次第でございますそれでは今国会に提出されております雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、私の意見を述べさせていただきます。先ほど述べました感染症問題は、労働市場に一過性の影響を与える問題であり、いわば短期的な課題であると考えられますが、これとは別に、日本の労働市場には長期的、構造的な課題もございます。議員の皆様もご承知のとおり、 まあ少子高齢化のも影響がまあそれでございます少子高齢化の進展によって、労働力の減少は余儀なくされておりますし、それが日本経済の成長力の足かせになりかねないと考えられています。国立社会保障人口問題の将来推計人口によりますと、15歳から64歳までの生産年齢人口は、現在おおよそ7500万人。 でございますが2050年には5300万人程度と大きく減少していきますま今後30年間で現在の約3割ほど生産年齢人口が減少すると考えられているところです労働力人口の減少は経済成長ばかりではなく今後の社会保障の維持にも大きな影響を与えます早急の対策が必要であることは厳を持っていませ 昨年4月からは、働き方改革が本格的に始まり、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方が選択できるような社会の実現に一歩踏み出しております。今回の法案も、働き方改革が実現しようとしている、多様な働き方が選択の実現だけでなく、より安心安定した働き方,働き方になることを後押しする政策だと、個人的には評価しております。 労働市場の現状を見ますと、多様な働き方を必要とする労働者の多くが、女性および高齢者だと考えられています。2019年の総務省統計局労働力調査によりますと、65歳以上の男女の労働力率は25.3%、約4人に1人が働いている、あるいは仕事を探している状態にございます。 ちなみに15歳から64歳までの生産年齢人口の男女の労働力率は79.6%となっております。また、今のところは仕事についていないけれども、仕事をしたいと考えている65歳以上の方は現在、51万人ほどいると推定されております。こうした方々の労働参加の機会を整備するということは、 働きたいと考える個人にとっても、また社会全体にとっても望ましいことであろうと考えております。今後は60歳以上雇用継続義務化後の方々が増えてまいりますので、さらに就業希望の方がこれまで以上に増えていくと考えられます。これらの方々の労働参加がかなうことは望ましいと思います。ただしその際 注意しなければならない点もあると思っております。ご承知のとおり、高齢者の方々の体力や健康の状態は個人差が大きく、個別の労務管理を行う必要性が高まります。実際のところ、60歳以上の高齢者の労働時間や就業日数は、他の年齢階級と比べましても、相対的に短いだけではなくて、個人的に大きなばらつきがあるということが観察されます。 労働時間や就業日数を柔軟に決められる、そうした働き方を積極,積極的に参加さ、積極的に選択されている高齢者の方々も多いと考えられます。で、60, 60代後半、あるいは70代の方々が、その希望に応じて活躍することは望ましいことではありますが、それには個々人の体力や健康に応じた多様な働き方を整備していく必要性があると。 考えられますで、こうしたことから今回の高年齢者雇用安定法及び雇用保険法では高齢者の就業機会の確保及び就業の促進を一層展開していくため従来からの雇用の継続以外にも雇用以外の就業形態を継続就業の選択肢として示しております労働者個人にとって働きやすい就業形態を選択できるようより幅のある多様なメニューを企業が提示していることを 提示すすることを可能にしています従来から自営業者は年齢にかかわらず就業できると注目されており、65歳以上の自営業者割合は他の年齢層に比べて高いことは事実です。ただし、自営業者が働きやすい形態とは言いましても、経営を軌道に乗せるためには、仕事を遂行するための知識や技能だけではなく、資金調達や顧客開拓などの経営基盤が必要となります。 労使がその支援内容を十分議論した上で、就労形態の一つとして雇用以外の働き方を選択することは、企業からの支援措置なども、その条件に入っている点からもありうると、私個人としては認識しています。ただ、その際、雇用以外の働き方を選択するかどうかだけでなく、資金調達や顧客開拓といった企業からの支援内容についても、その企業の特性に合わせて、労使で十分議論していただきたいと。 考えているところでございます女性の働き方についてもこれまで以上に労働市場の整備を図る必要があると考えますとりわけ結婚や子育てと就業が両立するよう社会全体で取り組む必要があります従来から育児休業制度が整備されてきましたが育児休業給付については雇用保険の失業給付等と同一会計から支給されていることとなっておりました失業給付は景気循環と連動して 支出額が変動するのに対して、育児休業給付は景気循環とは関係なく、一貫して支出額が伸びる傾向にある、また、育児休業給付が失業給付額と並ぶ水準に達していると、こういうことから、今回の雇用保険法の改正では、育児休業給付の区分経理を導入するということになりましたが、これもリーズナブルであると考えます。 少子化対策のためには労使だけでなく社会全体で育児介護休業制度あるいはその周辺の制度を充実させていくことが望ましいと考えていますことを復元させていただきますなお今回国庫負担の引き下げを暫定的に2年間継続することになっておりますがこれは厚労しともに雇用保険の財政状況を鑑み 苦渋の選択であり、2017年の雇用保険法改正時における付帯決議の内容に沿ったものではないということについては、非常に残念に考えているところでございます。今後の労働市場を考えると、もう一つ解決すべき課題があると考えます。技術革新やグローバル化の進展に伴い、働き方そのものが大きく変化しており、いわゆるギグワークを行う、 雇用類似の働き方、あるいは副業などで複数の企業に雇用されるといった働き方が今後も増加していくと予想されます。今回の雇用保険法並びに労災保険法におきましてマルチジョルマルチジョブホルダーに対する給付が整備され。 るということは未だ不十分ではないかというご意見もお聞きするところではございますが新しい働き方への対応への第一歩を踏み出したという点で評価できると思っておりますもちろんこうした新しい働き方は働き方が労働市場で増加していけばそれに合わせて制度を拡充することはもちろんのことであります 厚生労働省はこうした新しい働き方の傾向,十分傾向、動向を十分に踏まえ、政策の検証と検討を継続して行い、適切な制度を整備していく必要があると思います。最後に、今回の法改正にあたりまして、労働政策審議会におきましては、厚労資産者が十分に議論し、意見を集約してまいりました。労働現場の実態をよく知る労使のご意見を踏まえ、 今回提出されている、えー、改正案となったことをご理解いただきまして、先ほども述べました新型コロナウイルス感染症に対する労働市場政策を円滑に進めるためにも、速やがなご審議を労働政策審議会の委員の一人として、えー、希望したいところであります。以上でございます。あありりががととううごござざいいままししたた